これなんて使えんじゃねえ。貧乏祭様、これ、あの、紙やすりあった。紙やすりだと？ふざけんな！肛門が血だらけになるわ！あれ、返事がない。行っちゃったかな。紙が！先発か、トーシー！待って、トーシー！え、紙が俺を見放した！俺はまだここにいるぞ！最悪だ。敵地の真ん中でケツ丸出しで放置？待て、落ち着け、イサオ。ここは川や。俺のいる部屋以外にも個室は3つある。おお、いる。誰かいる。助けてください。お願いです。少しでいいから紙を恵んでもらえませんか。紙も仏もねえよ。お、こわ、こわみおくれ。そうだよ、だから早くどっか行って紙もらってこい。ケツ丸出しで行けっていうのかよ。全部脱いだ方がいいな。ビッグフットですけど何か的な感じで、自然な感じで行ってこい。ビッグフットなんだけれども、あれ、ティッシュとか持ってない？何やってんですか、貧乏祭様。もう全然通じてねえじゃん。バカだろ、本当にやるか、バカだろ。誰か紙ください。腕がなんで2本あるか知ってるか。それはな、貧乏祭様、ちょっと喋らなくなったんですけど大丈夫ですか。ダメですよ、敵の策略ですよ。とりあえず全員持ってるもん全部出せ。誰がそんなもん出せっつ。神、私たちに隙を作り、そこを突くために。おそらくこの中に協力しようとしている奴は誰一人としていない。神、誰よりも早く神を手に入れた者がこの勝負勝つ。ねえ、これなんて使えんじゃねえ。貧乏祭様、これ、あの、神やすりあった。神やすりだと？ふざけんな、肛門が血だらけになるわ。ふざけんなよ、クソジジイ。んなもんでゴシゴシしたら血だらけになんだろうが。貧乏祭様、私たちの探しているのは神です。そんなものはクソの役にも立ちません。まあ、なんか使い道があるかもしれねえよ。じいさん、ちょっと見せてみ。ツンデレだと。バカな。それでは、私はこの男の手のひらでもてあそばれていたというのか。いよいよとなったらこれで服しかあるまい。まあ、おすすめはせんがんの。か、ゾリゾリ。嘘だよね。いいや、じいさん。あれ、これすげえな。嘘、ほんのすげえ荒いじゃん。嘘だよね。聞くわ。まさか浮いている。だが、吹かなければやられる。勝つためには、あの人のために勝つためには。これ神じゃねえか。おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり、おたいさんやすり、若いやすり。俺はここまでのようです。おい、それより兄ちゃん、本当にそっち髪ねえの？ねえな。そういうそっちはどうなんだ、じいさん。ねえな、髪の身の字もねえよ。